ヤッホー RKK の休憩室管理人のルークです。こんばんは。今週の企画はこちら、日焼けでアート作品を作ってみよう。日焼けってやっぱね、あれじゃない、シャツ着てたらシャツのところは日焼けしないじゃないですか。あ、はいはいはい、その原理を利用してアート作品を作ろうじゃないかと。それ誰がやるんですか？あ、そう待ってくれ、俺がやるの？そうです。恥ずかしくないやつにしてよ。いやもうそりゃそうですよ。そんなもん素人がそのなんか変な感じでやることじゃないです。ああ、だからそのかっこよくなれば別にいいっすわ。はい、うん、もうプロの方に来ていただいておりますので。あ、わかりました。はい、杉水さんよろしくお願いします。はじめまして、プロのイラストレーターでございます。すいません。はい、誰挑戦するのは当番組のイラストを破格の値段で全て担当しているイラストレーター杉水拓実。ちなみに日焼けアートは初挑戦。どうですか、自信のほどは？正直あんまないですね。いや、嘘でも自信あるって言ってください。いやマジで怖いんですから。やったことないんだもん。いや俺やれる方なんよ。でやる方、うん、やる方自信ない。これダメこれダメよ本当に。と2階のアート制作に一抹の不安を抱きつつ、やってきたのは熊本最大級の日焼けサロン BMAX。最終確認ですけど、大丈夫ですか？大丈夫だと思います。大丈夫ですか？大丈夫だよ。もうバリバリやっちゃって。はい。バリバリやっちゃって。好きなようにやっちゃって。いいの。そのやり方は、テープを背中に貼るだけ。その状態で日焼けすることで、貼った箇所と貼っていない箇所の色の違いで絵を描く。いい感じですね。いやもうこれを背負えるってやっぱ光栄なことですよできました。できたよ。できた。できた。できた。そのかっこよくなってるの？我々の計算ではもういけるだろうっていう。完璧ですね。どう出来栄え的には？うん、そうですね、80点ぐらいですかね。100取れよねああ初対面で申し訳ないけど、100ではない。100取れよ。100ではないんだよ。いやだよ、80のやつ俺今から焼くの。初めてやって80取ったらもう上出来ですよ。上出来じゃないよ、100だよこういう時は。果たしてうまくアート作品っぽく浮き出るか。完成しましたよ。ありがとうみんな。まだシール貼ってる段階ですけど、ちょっと一回後ろも。はい。おお。いや私もう何も知らないですよ、どうなってるのか。一見するとそこまで肌は焼けている感じがしないが、果たして。あ、結構しっかりついてんだねシールは。どうしました？さあ、ということで出来上がりました。 RKK の休憩室祝100回おめでとうございます。え何RKK の休憩室祝100回です。は？ちょっと待って、背中に RKK で入っとる。 RKK の休憩室をもう背負いましたから。もうどこも行けんだ俺。いや行ってくれよ、それはみんなに100回になったんですよっていうあちこちでそれはね言いに行こう。銭湯はどうすりゃいいよ。いや銭湯も宣伝しよう。それはこれで、うん、これだけ言わせてくれ、はい、今ちょっとバッチリ全体像見たけど、うん、出来栄えですね、80点です100じゃなかったです。100じゃないです。いや言うたでしょ。ルークのとことか。やっぱちょっとやっぱ後半ちょっとやっぱみんな疲れてたんだなっていうのが出とったけ。はい、ということでなんと今回で放送100回となりました。イエーイ、パチパチパチ。さあこれからもアホなことをやり続けていくので、ぜひ応援よろしくお願いします。それじゃあみんなバイバーイ。